F と -1 はオディオンの宇宙船初飛行となる無人試験飛行である。かつては OFT-1 と呼ばれていた。2014年12月5日にデルタ4ヘビーロケットに搭載してケープカナベラル空軍基地第37発射施設から打ち上げられた。このミッションは約4時間30分のミッションであり、その間に軌道2周する。2周目の軌道の 遠地点と2万マイルパーアワーに及ぶ高速での大気圏再突入に焦点が当てられている。太平洋に着水後は、このオリオンカプセルは回収され、打ち上げ脱出システムを使う上昇中断試験に再利用される予定。宇宙船は再突入が始まるまでデルタ4の上段ステージに結合したままにされる。今回は太陽電池は積んでおらず、 内部に搭載したバッテリーに依存する。また、エサが開発を担当しているサービスモジュールや新たに開発された打ち上げ脱出システムはダミーを使っている。この飛行は2018年に予定されているスペースローンチシステムロケットによる最初の打ち上げとなる EM-1 に先駆けてアビオニクス耐熱シールド パラシュート等を含むオリオンの様々なシステムを試験することを目的としたものである。F とマイナス1オリオンはロッキード・マーティンによって製造された。2012年6月22日、最後の溶接が完了し、その後、ケネディ宇宙センターに移送され、残りの部分が完成された。試験飛行から得られたデータの分析は2015年4月に行われる。 クリティカルデザインレビューで評価される予定。ありがとうございます。